だったんですよ。うん。ね。センスあるな。かわいい。バスケのリュックはどこ、なんかバスケのリュックも部活指定のリュックだったんで、まあこっちに来てから使わなかった、使わないので。初見です、こんばんは。初見です、ありがとうございます。ぜひ頼むけど、初見ですって言ってももう16分で終わっちゃう。気持ち悪い、俺何やってんだ。はい、今日は実は21歳の誕生日です。もう21年間も生きちゃったよ。うわ、柴犬、わあ、うわ、ハート、わあ、こんだら適当になってきてるね。まあいいんじゃないでしょうか。適当もいい、適当もいいところだ、自分で言うなんてね。ご家族からのお祝いありましたか？ありました。あー、けどまだおばあちゃんに投げかけてねえな、やんなきゃ。高校、高校卒業して3年だったら嫌だったなぁ。違う、あの、思い出フラッシュバックしてた。今ちょっとアイスコーヒー飲んじゃったから寝れないな。明日も朝早くからあるけど、やばいな。コーヒー飲まなきゃよかったね。でも俺コーヒーとか飲んでも意外とさっと寝ちゃ、寝れるタイプだったよ。僕もあと半年で21ですわ。いや。大変だよ。I love for Jupiter ってことだろ。すいません。あー、けどありがとうございます。あの、世界共通だけど、ありがとうございます。世界を救う。歯磨き配信して、歯磨き配信をじゃあ次でお願いします。本当歯磨きの30秒だけで終わっちゃうかもしれないけど、歯磨きの30秒以上するわ。誤解です。うわ、エビ、ありがとうございます。キュンです。エビ、ありがとうございます。うわー、長かったー。おーい、友達のマジ送ってくれるあのゲーム配信機器めっちゃ楽しみだな。これからだっていつもやってるのを多分垂れ流しするだけですけども、まあ、あのなんか作業用 BGM としてあの発狂音などたまに入ると思うんですけども、あのぜひ見てくれたら嬉しいですけど、そこまで俺できるかな。怖いよ。そのまま寝ないでください。いや、マジでこの人一番好き。この間さ、この間ちょっとすごい面白い話、いやいや、なんか笑っちゃったな。なんだったかな。待って、どっから説明すればいいんだ。そう、親がこの間 2、3日前ぐらいかな、弟と母がこう家に来てて、で、泊まったんですけども、俺は、ね、結構すごい起きてられる派なんですよ、いつも。ほんと12時っていうか3時とか4時になっても寝ない派で、まあ、そのぐらいになったら寝るんですけども、たまに。で、ずっと起きてて、で、母とかもう限界で寝るんですけども、で、母は一番最初にソファーに寝て、で、弟がこう TikTok とか YouTube とか見終わった後に自分の俺のベッドで寝始めたんですよ。で、俺どうしようってなって、これそんな面白い話じゃないですけどね。自分がこう床で。